さあ、ということで本日の特別ゲスト尾形軍団の皆さんでーす。よろしくお願いします。こんにちは。嬉しいよ。ありがとうございます。こんな汚れをさ、おいおいおい、俺って、なんでコラボに至ったかっていう経緯なんですけども、話を聞いて本当に尾形さんが好きで、うわー、いるんだね、日本にいるんですね。ということで、じゃあ早速尾形さんへの質問コーナーやっていきたいと思います。何でも、何でも答えますよ。はい、ということで改めまして、タナショーでございます。ということでね、今あの質問コーナーが始まったと思うんですけども、今回のこの質問コーナーはですね、あの偽企画で、本当の企画はですね、初対面でコラボ相手がめちゃめちゃタメ口で失礼だったらどうなるの。やっぱりね、尾形さんと言ったら、まあ、ドッキリのイメージがね、あると思うんですけど、だからね、タナショーもちょっといろいろ考えたんですけど、ちょっとドッキリをね、したいと思いまして。なので、今からもう始まる動画はですね、めちゃめちゃね、あの、タナショーがもう演技して、演技しても失礼なことをしてるから、本気でそんなこと思ってやってるわけじゃないですからね。ということでね、早速、尾形さんはどんなリアクションをしたのか。ということで、続きを、どうぞ。尾形さんへの質問コーナー、やっていきたいと思います。何でも、答えますよ、はい、これは本当にありきたりなんですけども、尾形さんの、好きな食べ物をお聞きしたいなと思いました。好きな大喜利みたいなやめてよ。大喜利じゃん、もう面白い食べ物答えろってやつでしょ。あのステーキとか、はい、カレーライス、あとハンバーグ、結構その子供が好きなようなやつが好きなの。そう、洋食屋さんとかね、あのピラフとか、はい、チャーハンとか、はいはい、そういうのが好きな、シンプルなやつが好き、シンプルなやつが好き、うん、そうだね、まあ、こんな感じで全然やっていただければ。全然本気で、あのボケるとかじゃなくて本気で。あ、本当だ。あ、めっちゃいいじゃん。自然でいいんだね。自然で大丈夫です、うん、はい。じゃあ次ですね、尾形さんの、まあ、嫌いな野菜はっていう。俺ね、トマトがね、ダメなのよ。あのトマトケチャップとかあったらまだいけるのよ。トマトのサラダとかも食べる。あ、ダメなの、あんま好きじゃないね。好意的に食おうとは思わないね。あんまり好きじゃない、うん、トマトは好きじゃない。美味しいけど、まあな、美味しいけど、美味しい、うん、美味しいの分かるけど、しょうがないね、それはね、人それぞれだ。いやいや、人それぞれじゃない、それは。いや、意外な人も言ってもらって、食べてほしい、食べてほしい、意外、意外、意外でした。ちょっと今、イラッとしたよね。いや、いろいろあるじゃないですか、トマトジュース、ケチャップ、あとミニトマトとか。ミニトマトとか、俺その中では何が好きなの。俺は、なんだろうね、強いて言うなら食べれるミニトマトは、ミニトマトはちょっと薄い感じがダメなの。サラダとかもやっぱドレッシングがメインだからね、結局、うん、いやでも食べてほしいですね、トマトは。いや、そこは引かないです。トマトはもう食べましょう、はい、トマト本当に譲れないんですよ。譲れない、トマトは。まあケチャップはまだいけるかな。いけるんだ。でもそう、好きではないかな、ね。ケチャップも好きじゃないか。いや、ちょっと、いやいや、トマト、ここすごい引っかかります。そう、やっぱ意外だったんだと思いますよ。そのだからやっぱトマト好きな感じもありますし。どういうことですか。トマト。どういうことですか。それで。逆にあの好きな野菜は、好きな野菜、俺あれとか好きだね、あのセロリとか、結構癖あるけど、好きは嫌いだわ俺は。そうですね、あれちょっと、ちょっと、いやいや、それは本当に嫌いだわ。別にしょうがなくない、この世代ちょっと怖いな。20歳のこの世代も怖いな、ちょっとな。でも好き嫌いいただけますから。そうです、そうです。セロリ以外の何かあります？じゃあ、まあでも、ベタにレタスとかね。めちゃめちゃベタ。すいません、ほんとに。あれ、ちょっと待って、なんだベタじゃダメなの。だって好きな食べ物ベタじゃダメなの。確かにベタじゃなかったんだよ。料理とか香り付けの、食べるときあれ食べるとき取るやつですよ。俺は好きなんだよ、ローリエは。そうかそうか、全然いい感じな。ローリエも全然ハマってねえし。いや、ごめんなさい。
俺が43で、はい、で20歳ね。いや違うんですよ。こういう世代なのか今。その初対面だったからね。その今日会って二十歳のことね、いきなりでこうっていうのはちょっと気になったけどね。ごめんなさい。謝り慣れてないとか。謝り慣れてないとか。確かにね。切り替えようかじゃあ。ちょっとじゃあ質問いいいいかな。テンション気をつけて。テンション。ということでね、次の質問でございますよ。おしゃ。イエーイ。ぶっちゃけ尾形さんの月収、うん、わあ最高は全然変動はするのやっぱやるなるなる、うん、僕一回チラッと家で、うん、これ見ていいですかって言ったらおいいよっていう時多分いい時だったと思うんですけど、まる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 みたいな行ったことあります。ライブとかでもサンキューとか いいボケしたらサンキューとかいろんなので使ってたのが今になってるわけで、もうそればっかやってるからやり続けてるから自分でちょっと限界来てるなとか思わないの？こんやり続けるっていうことはね大事なことなんだ。受ける受けない関係なくやってるね。いやもう本当だ、白ご飯みたいなことですよね。そのどういうことですか？今売れようとしてないのコラボで志麻さんが売れることはないですよ。仕事してるよね。してないです、してないです。YouTube、小川さんもちろんやられてると思うんですけど、いつまでやるのかな。あ、死んだとこね、俺がずっとやってて、あ、よかった、死んだっていう。いや、それを笑えるような男になりたいんだよ、俺は。よかった、死んだで笑えるような。そんな芸人になりたいんだよ、俺は。芸人で売れて、奥さんも子供もできて、家買って幸せっちゃ幸せだよね。だからでももうその分もう家庭持ってるからもう余計なことはできないね。だから不倫とかもちろんもちろんそういうスキャンダルとか、うん、今後絶対起こさないように約束してほしい。俺は約束してる。それは約束しておく。これ今宣言してあげてもいいですか？確かにここで残りますから残りますから。別にしないんだったら言えますから、はい、確かに。これ海外とかどうなの？どうですか？絶対にしません。おー、言い切った。これは本当にあの約束して、本当に約束してほしい、うん、じゃあいつも動画で結構白ロンって生きてるイメージ。あー、白ロンって。これはもう白 T で XL。 これでも言ったら700円とか700円一応もう700円。もっとちゃんとしたの着てんのかなと思って、なんかロン T で1万円とか結構あるじゃないですか。で俺も無地だったら別に1万円の T シャツなんて全然欲しくないでしょ。まあそれは分かる。そう分かるよね。分かる分かる分かるよね。分かる。うん、そうか。本当にだからこれ本当に好きだからなんですよ。いやちょっと待って、好きが夢なんですよ本当に。じゃあもしかして、はい、俺はカズさん呼んだとするじゃん。カズさんに俺だったらこういう感じはしないよ。あ、好きな人に絶対に。え、どうなんなんて俺絶対言えないし。俺は言えるから、それはやっぱ、ね、うん、すいません。俺は言えるから、それはやっぱ、ね、うん、すいません。俺はなるほどね。そのやっぱもう若いってことね。若いからってことは違います。わかったわかった。あの YouTube やってるじゃないですか。企画とかって誰が考えてる？みんなで考えたりしてますね。尾形さん芸人じゃないですか。で、まあ、先輩後輩いると思うんですけど、まあ、上下関係とかって大事にするのか。大事にするよ、俺は。ふざけてなんだかんだ言ってくるときあるけど、お笑いは何でもあり。そうだ、何でもあり。お笑いはもう何でもあり。いいよね、やっぱそういう関係って。まあ、わかるわかる、はい。わかんないでしょ、でも。いや、わかってないじゃん、そんな初対面でさ、お会いとか。まあ、そういう時代なのかもしんないけど、でも、こうやって表に出るな、俺ら。あの仕事なわけじゃん。そういう立場にいる人は、ちょっとちゃんと、礼儀っていうものはちゃんとした方が、俺はこの先のことを考えたら、うん、楽しくいい、そういうした方がいいと思うぞ、俺は。それ、なんか変なとこあるんだったらごめんなさいなんですけど、あんまそういうつもりで喋ってなかった。ごめんなさい。だから意識はない。本当に大和田のことが好きだから、俺はこう、そうそうそう、一緒にそのコラボしたいとか、もう言って、行ったんで。はい。なるほど。あ、お水とかで。はい、おはようございます。
5分後ぐらいにまたお願いします。はい、ます。やばくね、あいつ。聞いたじゃね、あいつ。いや、もう、ね、とっさに出たのか。あ、うん、あんな感じじゃん、YouTuber って。いや、いい子だと思ったけどね、最初ね。ちょっと痛いな、でもあの子。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。はい、いきますね、続きで、はい、お願いします。はい、続いての質問でございます。はい、尾形の初恋相手はどんな感じだっていう。初恋ですか。でも俺中学2年から別の中学校にサッカー留学みたいな一人暮らしして転校したのよ。だからそれで別れちゃったんだけど、でその子初恋かな。後に俺が高校3年生になる時にむすい電車で、だから高校生のさ、俺の同級生とかのやつが、いろんな高校生の人とか、俺一応サッカーでまあまあそこそこ有名だったから、はい、大型って言って、有名なんですね、俺お前の元カノとやったよって、もう結構二重になるわけで、嫌じゃん、それ多分俺に言いたいんだね、うん、それで喧嘩だったら何回もある。あ、続いて、うん、これあの割と最後の方なんですけども、うん、ラストの質問です。ラストの質問、これはドッキリですかっていう。え、これはドッキリですか。はい、分かんないよ基本。え、質問の意味は、はい、どういうこと。え、そのこれはうちに来た場合、うちに来た時とか。あ、じゃなくてこれはドッキリですかっていう。何何だこれはこれはうちに来たらとかじゃなくて、これはなくて、これはドッキリですかっていう。何これ何これ、何なの。はい、ということで初対面の人がめちゃめちゃタメ口するドッキリでした。いや、ちょっとね、おかしいと思ったんだよ。いや、ちょっとイラッとしたよ俺。いや、もう俺はそういうもんだと思ってたもん、若い子は受け入れて。ああ、もう多分。でもそうだね、あんま好きじゃないと思った。まあそれはね、あんま好きじゃない。いや、こんなされたらそうだね。よかったわ。いや、すいません、本当にすいませんでした。いや、いいよいいよいいよ。だって始まる直前も外で僕だけ打ち合わせしたんですよ。大丈夫ですか、本当切れないですか。まあ、大きな声出す可能性あるけど大丈夫だと思うんですよ。切れないよ。いや、俺切れそう。もう切れてましたから。やばくね、あいつ。聞いたじゃね、あいつ。もうちょっとさ、派手なのやってよ。派手じゃない。だって知ってる国からしたらパラパラしますもんね。うん、結構しんどいとこも頑張ってるな。だからすごいグラグラ揺れてんの分かる。普通に戻すところも揺れてました。敬語になるところもあったし。それは思った。俺、一回こう、あっとかってなると、うん、ちょっと一回引くんだよ。何をしてるんだよ。そう、ね、そう、ね、そう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 、と思ってるんですよ。次また尾形さんはとかなる。今考えれば、そこはもう根っこのいい子が出ちゃった。いや、真面目な子ということで、尾形軍団の皆さんでした。本当にありがとうございました。サンキュー。